世界中の人々を笑顔に、スマイル社長こと重松です。本日も仕事の授業始まりました。本日の先生は福島屋の吉田さんにお越しいただきました。じゃあまず最初の質問なんですけれども、はい、お勤め先の概要から教えてもらっていいですか。株式会社福島屋と申しまして、私は、ね、代表取締役をしてます吉田正樹と申します。で、今もうやられて結構長いんですか。高校を卒業して、はい、3年間で修行に行って帰ってきてからで27年ぐらいですかね。じゃあもう社会人になってずっと携わってるってことですね。そうですね、本当に。じゃあ次の質問なんですけれども、出勤日の1日の流れってどんな感じですか。大体みんな業務が8時からとか9時からだったんですね、はい、だけど朝例えば8時に出ると道路すごい混んでるじゃないですか。で、僕は自分で最初は集荷してたわけですから、うん、それが7時になり6時になり5時になり4時になり3時に出たら、あれ10時に終わるなみたいな。だから大体僕が今大きいのは3時に起きて、会社に大体みんな来るのが大体5時ぐらいですかね、うん、でそこから前の日の仕分けとかをして、朝配送から帰ってきて、それがもう洗い終わるのが午前中にも終わっちゃうような、うん、でもう3時にみんな帰ろうみたいな感じでやってますね、はい、どちらかというと業界的には出勤時間は早めな感じなんですかね、はい、でも弊社が結構特別だと思います。大体みんな8時から出勤して5時で残業で8時までとかっていうところが多いんですね、はいはい、僕はもう早くやって早く帰りたいタイプなんで、うん、社員も同じ給料もらって早く帰れた方がいいじゃないですか、うん、そんな感じでやってますね。なるほど、はい、個人のクリーニングを請け負ってる会社さんの営業時間とかってはどんな感じになるんですか、まあ、やっぱり8時から5時ぐらいまで工場で仕上げをして、で店舗を回る、そういうスタイルですよね、はい、受付とかだと遅くまでやってるけど、夜受け付けたものは次の日にやったりするような感じなんですか。そうですね、僕はその一般クリーニングが単価は高いんですけど、うん、未来がないなと思ってやめたんですよ。年商も例えばじゃあ3億円だ5億円だって会社さんも、実は負担を上げたら全然残ってないじゃんっていうところが今たくさんあって、はいはいはい、だったら安くても利益を出せる会社体質にしていった方がクレームもないしいいなと思いまして、うん、はい。じゃあ次の質問なんですけれども、お客様の商品を預かってから、実際お客様にこうお渡しするまでの間の工程とか流れってどんな感じなんですか？私たちやってる業務用クリーニングは、食品工場さんのこういうロッカーとかあるじゃないですか。ロッカーとかにランドリーバッグ着たものを入れて、それをこうバッグに詰めて15キロぐらいありますかね。それをもうあの台車に乗せて集荷してって、はい、出来上がったものをハンガーなりここにかけてっていうのが業務用クリーニングで、うん、一番困るのがポケットの中にボールペンが入ってるとか、だいたい白いのが多いじゃないですか、作業服とか、はいはい、でボールペンが入ってたのを見過ごして洗っちゃうと全部紫になっちゃったりとかするんですよね、うん、はい、それがやっぱり落とせないので炎症につながる。でそこのポケットチェックをした後に洗って乾燥してハンガーにかけて名前順にこうソーティングっていうんですけども、はい、仕分けをして集荷をするっていう流れですかね、うん、なるほど、はい、まあ、クリーニング屋さんとしてのこう洗うっていうのはそもそもどういう感じにやるんですか。僕らの業務用クリーニングは基本的には水で洗います。全ての衣類は水で洗うのが一番落ちるんですよ、ね、ただそういう学生服とかセーターとかっていうのは縮んじゃうじゃないですか、うん、なので縮まない、まあ、灯油で洗ってるような感じなんですよね、うん、ドライクリーニングっていうんですけども、油分を落とすクリーニングなんですね、はい、逆に言うと例えばポカリスエットをこうわーって垂らしちゃったっていうのをドライクリーニングで洗ってもやっぱ落ちきれないんですね。クリーニング出したんだけど上がってきた時にはなんだ黄色くなってんじゃねえかみたいなことってよくあって、それやっぱりポカリスエットの糖分とか水分が残留して落ちきれないものが熱を加えることで茶色く浮き上がってきちゃうんですよね。でそれを落とすにはやっぱり水で洗うしかなくて、そこの染み抜きというかさじ加減がやっぱり一般クリーニングはすごく難しいところなので、今僕らのやって業務用クリーニングはもう全て水洗いだけついているものっていうのは、食品工場だと食べかすだったりとかなんで、強い洗剤で高い温度で洗ってもダメになりにくい素材を使っているので、そこら辺では楽なところかなと思ってますけどね。なるほど、はい、それだけこう企業数があるじゃないですか、はいはい、洗う時ってのはお客様ごとに洗うんですか。そうなんですね、これも私がずっと前から考えていたことで、はい、クリーニング屋さんの大手って大きい洗濯機と大きい乾燥機があるんですよ。一緒くたに洗って、うん、で一緒くたに乾燥するんですね。でそうすると出たものを人間が畳んで神経衰弱するわけですよ。絶対ヒューマンエラーが起きるんですよ。なので私の工場を重松社長も見られたと思うんですけど、はい、中ぐらいの洗濯機が何台も並んで、小規模の乾燥機が30台ぐらい並んでます。ネットに入れて洗うんですけど、ここはミライズさんのもの、ここは B 社 C 社っていう風に乾燥して出てくるものは絶対間違いようがないじゃないですか。
はい、だから弊社の一番そのお客さんをいただいてるところは誤配が少ないってところが一応売りでございます、はい、で業界的には一緒に洗ってるところって結構多いんですか、はい、いやもう昔からそれが普通ですよね。ドイツからとかアメリカからもクリーニングっていうのが最初明治時代に入ってきたんですけども、うん、大きい洗濯機で洗って大きい乾燥機で乾燥するっていうものが当たり前みたいな感じでずっと来てたんで、うんはいはい、で僕はもうずっと疑問に思ってて、うん、1日間でも1分でも早く帰りたいからなって考えるとやっぱちっちゃい乾燥機並べた方がいいんじゃないかと思って、うん、実際やってみたら全然こっちの方が早いじゃんってことになりまして。なるほど、はい、じゃあ次の質問なんですけれども、はい、この仕事ならではの楽しいところってどんなところですか。まあ、僕も現場上がりなんでもう現場ベースの話になっちゃいますけど、今までの落ちなかったんだけど他社ではって切り替えた時にクリーニングの落ちもいいねって言われたこととか、あとはその今までは本当に12時までかかってた仕事をいろいろなやりくりをしながら1時間早く終わったとか、でそうすると1時間早く帰れるとか、もう早く帰る話しかしてないですからいやでもそれって従業員からしてもすごい大切なことなんですよね。それを今一番の喜びかなと思ってます。で結果的に早く終わるっていうことは、うん、人件費もそうですけどお金が残るじゃないですか、うん、でそのお金をまあ福利厚生としてみんなに出すことができたりとかっていうことは、うん、社長冥利に尽きるというか、うん、喜びでもあるのかなとは思いますけどね、はいはいはい、業界としての楽しいところとかって何かありますかね。クリーニング屋さんって結構きついんですよ。僕もデッチ奉公やってた時代の時は夏は蒸気にまみれてやけどはするし、誤配すればお客さんのとこ謝りに行かなきゃいけないとか、うん、次生まれ変わったら絶対クリーニング屋にはならないって思うぐらいやってて喜びを得られる人もいるんでしょうけど、うん、僕にはなかったですね。なるほどなるほど。リアルなお話までいただいてありがとうございます。じゃあ次の質問なんですけれども、はい、今の職に就く前のイメージと実際についてからの実態のギャップって何かありましたか。私はもう実家がもうそもそもクリーニング屋で2階に住んでて、下がもう洗濯機があったりとかっていうところだったんで、はい、うん、あれなんですけども、うちの母なんか嫁に来たわけですよ、はいはいはい、でも聞くともうクリーニング屋さんってすごくクリーンなイメージじゃないですか。でも嫁に来て働いてみるとお客さんが汚れたものを汚いものを扱ってきれいにするんで、うん、うわなんでこんな汚いのっていうのは思うみたいですね。中にはやっぱりだらしないお客さんもいらっしゃるわけじゃないですか、はい、ちょっとポケット掃除の中にいろんなものが出てくるんですよ。パッて掴んだらこのゴキブリだったりとか、いやそうなんですよ。もうティッシュだったりとか、まあ道具だったりとか信じられないものたくさん出てきたりしますよ特にあのホストクラブだったりとかの外交っつってお客さんとか取りに行くんですよ。でそうするとやっぱそういうものもたくさん出てきたりとかしましたよね。やっぱ きれいなイメージが持ってる方が多いと思うんですけど、実際その中に入ってみると洗ったものはきれいだけども洗う前のものはうわっていうのが多いですよね。なるほど、はい。じゃあ次の質問なんですけれども、はい、今までで一番大変な仕事とか、はい、やらかしてしまったこととかって何かありますか。クリーニング屋さんでクレーム産業って言われるじゃないですか。もうこれに関してはもう本当に今たくさんあるんですけども、やらかしてしまったことっていうかよくありがちなんですけど、僕も24歳でお店を何店舗か開くと店長は僕一人しかいないんですよ。でそうすると柄の悪いお客さんとかがいて、韓国で買ってきた布団があって最初からこれぐらい切れてるわけですよ。でそれを洗う前にすいませんちょっと切れてるんですけどって、そうするといや俺今見に行くからって来るわけですよ。今預かったばっかなんで、いや違えよお前そんなことなってなかったんだからだって、それをまあ韓国で40万するからよとかって、まあ、どうにかしろよとか言われるわけですよ、うん、僕もほら24、5ぐらいのことだとすいませんって謝るしかないじゃないですか、うん、でその日はそれで収まったんですよ。で僕もやっぱり商売人なんで何とかしなきゃいけないから、お母さんが韓国人の友達に全部読んでもらって、うん、売ってるお店の住所も書いてあったんですよ、はいはい、電話してもらって同じ商品が韓国にあると、で1万8000円だとそのことはまだ電話するわけですよ、うん、あすいませんお客さんこれ1万8000円だったんですけどって、なわけねえだろば上がる、あそこにデニーズあるからよ、今から来いよって言われて、はい、まあ、デニーズに行って、こうで、一応ファックスも韓国からもらって、こうなんですよっつって、でもしよかったら、韓国まで行って買ってきますから、もうそうするとやっぱエスカレートしてくるんですね、お金が欲しいから。なんなのよ、30万払えばいいんだ、我々は、前よっていうのを吸ったもんだを、1時間ぐらいやった中で、僕もだんだん若いと綺麗に来るじゃないですか。だから払えないものは払えないんですよって、ざけんじゃん、いや、払えないものは払えないんだよって、あんだてめえ、その口からガチャン、ゴイバーンみたいな、俺も表出ろ、バーチャン、バーンみたいな。もうデニーズの店長、警察呼んで、警察40人ぐらい来ちゃって、もう怒鳴り合いですよ、僕も切れちゃって。
ってるから、ね、あれが一番大変だったよ、本当。そういうことがたくさんありました。だからもう一般のクリーニングはやりたくないんですよ。なるほど。他には何かやらかしちゃったこととかってあったりしますか？いや、ありますよね。あのね、僕が自分でやったんだったら納得できるんですけど、業務用クリーニングでも、スーツ系のものとか、うん、例えばパチンコ屋さんだったりとか、はいはいはい、いいお店の制服だったりとかっていう中に、うん、ロレックスのエクスプローラーが入ってたんです。普通だったら、うわすげーってなるじゃないですか、うん、みんな忙しかったんでしょうね。見落としてバラバラになっちゃった、バラバラになっちゃった。弁償するしかないじゃないですか。その弁償も100万だくらいだったのかな、うん、同じものが欲しいってなると、当時のレートで60万だか70万が上がってたんですよね、うん、はい、いやでも買った値段でしょってやっぱり思うわけでしょ。やっぱり最終的に折り合いがあって、じゃあ100万のデイトジャストでいいよっつって、それをいっぱい探して、でこのデイトジャストがいいっつって、一番安い、まあ1万2万しか買わないんですけど、それを買いに行って謝りに行ったみたいなことがありましたね。なるほど、はい、それはお客さんは別に一緒に買いに行ったわけじゃないですよね。いや最初はもう俺の気に入ったものがって言うんですけど、いくら請求されるか分かんないみたいな。ただだからそれを従業員に当たるわけにもいかないし、はいはい、その時クリーニングの保険も入ってなかったんですよ。本当だったら出るんですけど、はい、もうしょうがないから奥さんにお金借りて、今でもそれ返してないんですけど。それは返しましょう。あ、そう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 。今はそういう何か洗って壊しちゃったっていう時の保険みたいのも入ってらっしゃる。入ってるんですよ。不思議と入ってから一件もないんですよ。それなるほど。じゃあ次の質問なんですけれども、はい、業界特有の風習であったりあるある話みたいのって何かありますか？あるある話はやっぱりクレームですよね。クレームが出たことのない洗濯屋さんって多分世界中で一件もないと思いますね。うん、お客さんの中にはクリーニングイコール新品になるみたいな思ってる人って100人いたら多分90人ぐらい思ってしまうみたいな。例えばクリーニング出して穴が開いたとか、そんな穴なかったよとかってよく言われるんですけど、実はクリーニング出す前にちょっと虫が食ってて、出したことでその穴が広がったとかってよくある話なんですけど、でもそれも全部クリーニング屋さんのせいになるわけですよね。そこですかね、あるあるって。やっぱそれは、法人向けのクリーニングをやってる会社でもクレームってあるんですか？これがですね、やっぱ作業服じゃないですか。会社から借りてるもんなんで、ちょっとほどけようが関係ないんですよね、やっぱり、ね、ある程度綺麗になってれば、はいはい、ほとんどそういうクレームはないですね。個人向けのクリーニング屋さんは、はい、本当にいろんなお客さんがいるから、はい、まあ、そういうクレームが比較的多いっていうことなんですね。もうすごく多いですね。私どものクレームが半年に1件2件です。でも一般クリーニングの1000万2000万ぐらいの規模のクリーニング屋でも1ヶ月に10件は絶対あるんじゃないですかね。で例えばモンクレールとかのダウン30万とかするものを1000円でクリーニングするわけですよ。1000円でクリーニングしたんだけどダメになっちゃったら30万弁償しなきゃならないじゃないですか。これはちょっと痛いですよね。だとするとこう例えばこういろんな商品を預かったりすると思うんですけど、はい、高い服が来たら、うん、うわーとかって思ったりするんですか？いやしますよね、やっぱり、はい、春になるとクリーニング屋さんって何十パーセントセールだってやってるじゃないですか、うん、この業界だけなんですよね。例えば、うん、ホテル業界だったりとか旅行業界だったりとかトップシーズンは絶対値段上げるじゃないですか、うん、クリーニング業界だけなんですよね。もう一番出る時期に下げてる、うん、1000円で 30% 下げたら700円でやらなきゃならないわけですよね、うん、来た時にそれでやっぱ失敗しちゃうこともあるんで、いろいろ方法考えましたよね、うん、30万以上のものは申し上げないですけど3000円いただきますとか5000円いただきますとか、できる限り出さないでくれみたいな感じに。でもやっぱそれを致し方なく受けるじゃないですか、うん、受けてもやっぱ汚れが落ちてないとまた文句言われるし、うん、だからやっぱうわっとは思いますよね。受けたくないなって。なるほど、はい、じゃあ次の質問なんですけれども、はい、年収はおいくらぐらいでしょうか？他の一般クリーニングさんの年収300万ぐらいとかって聞くんですけど、うん、うちは大体平均で600から650万ぐらい。あ、すごいですね、はい、私の考えというのは、うん、僕は働いてくれてる従業員に生かされてるんだなっていうふうに正直思うんですね、うん、僕一人でじゃあみんな辞めてったらあの会社一人で回せるかって言ったらね、全然回せないし、うん、はいはい、だったらやっぱり少しでもいい給料を出してあげられるかなって。でこれが実はすごく不思議で、年収じゃあ250万ぐらいの方に年収350万やるよっていうと、どういう現象が起こるかっていうと、今まではやれって言われてしょうがないなってやってる顔が350万とかっていう風にすると自分の会社だ
と思い始めるんですよね。プライド持って仕事をやっていく、お金が全てではないけれども、うん、評価をしてもらえるっていうことで人はすごく生きてくるんだなっていうふうに思います、はいはい、あとその働いてる方って、まあ、その正社員の方であったり、はい、パートさんとかもいらっしゃるんですか？パートさんが多いですよね。あ、そういうパートさんの場合だとやっぱ時給みたいな感じになる。そうですね、もう今大体平均1040円ですかね、はいはい、でまあ、今年も多分上がると思いますけど、うん、ただ僕らも850円の人件費だった時のお客様の依頼単価が例えば1枚100円だとするじゃないですか。でも人件費は 30% 上がってるけども依頼単価が 30% 上がってるかっていうと上がってないんですよね、うん、上げられない。なるほど。そこをどこでやっぱカバーするかっていうと、やっぱりいかに効率よく仕事をしていくかっていうところにやっぱつながってくる。早く終わらせる、早く帰りたいみたいな、うん、出た、早く帰りたい。いやでもあれですね、吉田さんがこう早く帰りたいっていう裏側にはそういうスタッフに対する思いであったりとか、はい、まあ、会社をこう経営していく上でのいろんなことが踏まれての早く帰りたいっていうことですね。はい、そうですね。ありがとうございます。じゃあ次の質問なんですけれども、はい、休日とか休暇っていうのはしっかりと取れてらっしゃいますか？実はこれもですね、一般のクリーニングだとお盆とお正月、まあ、あと週1回の休みっていうところが多いんですけど、僕らの業界って正月以外は365日動いてる。だからやっぱ交代で休むしかなくて、うん、パートさんはね時給ですから休みたい時にシフトで休んでますけど、うん、社員は有給とか持ち回りで休んだりとかしてます。業界的にはこう有給が取りやすかったりとかそういうのってどうですか？大手さんは有給はやっぱり今すごくうるさくなってるんで、うん、取らないとっていうところなので、僕らなんかもやっぱり一番仕事の薄い時ですね、水曜日とか土曜日とか、うん、はい、っていうところをじゃあ交代で何日休もうっていうふうに取ってますね。ああ、なるほど、はい、なるほど。